こんにちは、ドクターストレッチトレーナーの清木です。今回は肩甲骨をほぐすストレッチを3分間やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。まずは、仰向けに寝ていきましょう。背中全体を伸ばしていきます。両手で組んでいただいて耳の横まで伸ばしていきます。そのまま気持ちよくゆっくり伸ばしていきましょう。はい、リラックスします。そしたら肩甲骨動かしていくので、手はそのまま、頭の上で膝90度で両膝立てていきましょう。はい、右の肩甲骨が床についている状態をキープしたまま膝を左側に倒していきます。背中の筋肉柔らかくなることによって肩甲骨の動きにも影響していくので、ここでしっかりと背中を緩めていきます。ゆっくり戻していきましょう。反対も同様にいきたいと思います。左の肩甲骨が床にくっついているのを意識しながら右側に倒していきましょう。はい、ゆっくり戻します。もう1セットずついきます。左側に倒して右の肩甲骨を床にくっつけていきます。はい、戻します。反対いきましょう。はい、ゆっくり戻します。では一度起き上がりましょう。はい、さらに肩甲骨もっと緩めていきたいと思います。足は肩幅に、ついていただいて、そのまま、手を床につけましょう。肘が90度になるようなイメージで、上体を倒していきます。そのまま左手遠くに伸ばして、肩甲骨が床につくような意識でそのまま、床に近づけていきましょう。はい、ゆっくり戻します。反対も同じようにいきます。遠くに離して倒しましょう。この時に肩が内に入らないように意識をしながら胸の前の方を伸ばしていきます。はい、戻します。もう1セットずついきます。離して倒しましょう。はい、遠くに離して押さえていきます。はい、ゆっくり戻します。はい、こんな感じで今日の肩甲骨周りしっかりと緩んだと思うので、ぜひやってみてください。終了です。今回は肩甲骨周りをほぐす3分ストレッチをご紹介しました。ストレッチは継続していくことがすごく大切なので、習慣にしていくことがすごく重要になってきます。肩甲骨周りにお悩みの方はこの動画を繰り返し見ていただいて、何度もトライしてみてください。はい、そして今回の動画が良ければいいね、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。